はい、こんにちは。今日ね、今ちょっと雨降ってきちゃったんですけど、昨日この飯盒なるものを買ってきてですね、というのも最近外でね、なかなかね遊び行けないんで、こう家の庭でご飯作って食べることになんかハマってて、でいつもこう炭で肉焼いたりしたんですけど、ちょっとねご飯にも挑戦してみようってことで飯盒買ってきて、で昨日ちょうど昨日やってみたんですけど、そしたらね意外と思ったよりもうまく作れちゃって、これは面白いということでね、ちょっと今日もやっていこうとか、雨すごいんだけどちょっとやってみようかなと思って、今日の夕飯のようにね1合だけ炊いてみようかなと思ったんでやってみます。で今日はこのポケットなんていうの、折りたたみのコンロでちょっとやってみようかなって、これをここに固形燃料を置いてやってみます。雨降ってきちゃったんでね、急遽こういう屋根のあるとこなんですけど、でもここはあの倉庫なんで空気も逃げるし、火使っても大丈夫かなと思うのでここでやります。で今一応ね、ご飯1合 と、水200かな、200入れてきました。いやーちょっとうまくできるかね分かんないんですけどね、2回目なんで。一応固形燃料はこういうんですけど、多分昨日やった感じ1個じゃ足りないと思うんですよ。まあだから2個ぐらい使うかなって想定でやっていきます。これをここに置いてですね、これでよいしょ、なんか邪魔だ、つくか、つきます、これでえい、です。これで着火しました。よいしょ、あー、こうやってちょっと危ない危ない。で、火ついたんで、ここに乗っけてきます。よいしょ。よし、これで、もうただひたすら待つだけです。で、これ思ったよりもね、バランスが良くないんですよ。こっちの方がいいかな？こう置いた方がいいのかな？こう、うまいこと火がね、逃げないようにやりたいんですけど。まあこれで待ちましょう。昨日やった感じはね、どんくらいだったかな。これ水が噴き出してくるんですよね。そしてそれ噴き出してきたら、まあ、10分20分ぐらい置いてって感じですね。じゃあ待ちましょう、このまま。はい、今一応ね、こんな感じで、ね、足りるのかな火はまあちょっと様子見ながら、足んなかったら固形燃料交換してって感じで、もう結構火出てますよね。ねえ、今日雨降ると思ってなかったんですけど、いきなり降ってきましたね今。まあまあ、それもアウトドアの楽しみの一つということで。お米難しいですよね、なかなか。僕も詳しくないから。ただこれ2回目なんで、まあ実験がてらですね。昨日は、炭でやったんですよ。そう、炭、もう、だからもう十分熱くなってるとこで、これ置いてやったんで、火力は足りたんですけど、今日はこの固形燃料なんでどうなんですかね。まあ、見たところ大丈夫そうですけどね。だいぶ今ね、ここにいる感じだと熱がこう伝わってくるんで、多分大丈夫だと思うんですけど。で、この飯盒はね、一応昨日使う前に研ぎ汁を10分ぐらい、研ぎ汁入れた状態で10分ぐらいこう、温めて、なんか臭さを消すみたいなのを文章で読んだんで、それやったんですけど、でも今日はやんなくても大丈夫かなと思うんですけどね。まあできてからですよね。一応ね、こういうちっちゃいやつなんですよね。これいいですよね、持ち運びしやすいですよね。そんなに何人もだとこれはちょっと小さいかなって感じなんですけど、一人でやる分には全然問題ない。この固形燃料、これと、チャッカマンと
があれば、あとこういう食器か、食器っていうか調理具があればもうできちゃいますからね。あ、音聞こえる。あ、なんか、あ、これ炎の音か、火の音か。火がゴワゴワいってんのか。暗くなってきたな、随分。あ、でも雨ちょっと収まってきましたね。あ、てかこれあれか、固形燃料交換するとき軍手が必要か。ちょっと軍手持ってきますか。いや、本当はね、いろんな大勢とか、大勢じゃなくてもね、何人かで集まってやったりしたいですけどね、なかなかできないですよね、今ね。もうよいしょ、ちょっと持ち上げてみますか、一瞬。あ、まだ全然だね、大丈夫だ。全然余ってました、固形燃料。ここでアリが今ご飯を運んでますちょっとカメラに映んねえか、ちっちゃくって。アリも夕飯の支度ですね。あー、取っ手のとこも結構熱くなってますね。やっぱ軍手あった方がいいか。お、もう温まったんですよ、これ自体は。違うかな、下の炎がから熱が伝わってるだけか。あ、でね、この飯盒は、ロゴスのやつです。ロゴスの2000円くらいだったかな、2000円くらいで買いました。これ、あの飯盒だけじゃなくて、ここの上がね、フライパンになったり、中にあの確か2合分測るちっちゃい小皿みたいなのも入ってて、結構便利だと思いますよ。まあまだ買ってね、2日目なんで何とも言えないんですけど、でも結構使えると思います。多分ね、こう中からこう溢れてくると思うんですけど、そしたらまあまだ来なそうですね、見たところ。なかなかいい音してる気がするんですけどね。これは火の音なのかな。ね、いい香りがしてきてるんですけどねなんだろう、旅館のね、なんだろう、あの匂いみたいなよくやってるじゃないですか、あの固形燃料置いて、ね、出した瞬間にお店の人がこう火つけてくれるやつあるじゃないですか。あんなような香りがします取って熱いけど、そんな持てないほど熱くはないです。まあでも手袋やった方が間違いないでしょ。お、あれ火消えた。いや、ついてるな、まだついてる、ついてる。ちょっと見えねえ。よいしょ、ついてますね。なんか固形燃料1個で足りそうっすね、見た感じは。足りないかな。なんか2個目使っちゃうと多すぎる気もするんですけどね。てか、なんか思ってたより固形燃料が長いですね。かなり持ってます。まだまだ、うん、まだまだいけそうですね、固形燃料。うん、それか火がちょっと弱いかな。ちょっと弱い気もするんですよね。なんか飯盒って強火でやるイメージがすごいあるんですけど、これだとちょっと弱いかなね、なんかそんな気もするんですけどね。まあ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 、実験実験、やってみないことには始まらないんで。あ、湯気出てきた、湯気出てきた。今これライト照らしたら湯気が見えてきましたね。出たんかな。あ、いやいや、今出てきましたよ。今まさに今湯気出てきましたね。ちょっと消してみますか。湯気が見えてきました。あ、ライト当てなくても見えますわ。お、いいんじゃないんですか、湯気が出てきましたよ。どうなんだろうな、わかんねえな、その辺の知識がねえな。湯気が出てきて、昨日は溢れたんですよ。昨日やってる時はこういい感じに溢れてきたんで、お、これはいい頃だってんで、火から離したんですけど、ちょっと今日は溢れては来ないですね。昨日溢れたとこでやったらちょうどよかったんで、今日も溢れるとこまで待った方がいいのか、それか溢れてこないのかな。まあ、もうちょい様子見てみますか。あ、湯気もう一回出てきましたね。湯気が見えてきました、ちらほら。とりあえずこの固形燃料使い切るまでやっちゃってみますか、試しに。ね、なんか
溢れてくる気配ないんで、ただね、足らないのもちょっと嫌なんでね、ちょっと固形燃料切れるか溢れるかどっちか待ってみましょう。あ、固形燃料もあと少しだな。固形燃料切れるまで待ってみますか。はい、ちょっとね、暗くなってきちゃったんでライトつけました。もう、あ、火消えたか、今ちょうど消えたか、今カメラ回した途端に火消えたかも。火消えましたね。じゃあちょっとこのまま、10分20分置いてみますか。火消えたんで10分20分置いてみましょう。とりあえず15分ぐらい、12、3分置いてみます。はい、じゃあ、15分ぐらい経ちましたんで、開けてみましょう。ちょっと開けてみまーす。あ、あったかいですね。あったかいけど、触れるレベルですね。よし。ここに、よいしょ、これがか。これがね、よいしょ、こうなってまして。よいしょ、よし。これがね、フライパンにできるってことですね。よっ、どうなんだ、どうなんですか。ちょっとどうだ、乾ききっちゃってるかな。そんなことあるか。あ、いいんじゃないですか。ちょっと聞き手逆。よし、めちゃくちゃ香りはいいんですけどね。あ、いいんじゃないですか。よいしょ。お、良さげな雰囲気出てますけどね。ちょっとめちゃめちゃかな。うわうわ、できてるできてる、いいんじゃない、できてる気がしますよ。ちょっと水多かったかな、大丈夫かな、ちょっと水多かったかな、これべちゃべちゃかな。ちょっと試しに食べてみますか、一口。どうですか、できてる感じするんですけどね。じゃあいただきます。うん、うまい。びっくり。できてます。うん。あ、柔らかすぎず、硬すぎず。うん、うまいわ。できてました。よかったよかった。じゃあ今日はこれで夕飯食べます。はい、じゃあ今回こんな感じで。飯盒で、ご飯を作っていました。まあ、もっとね、研究してやっていきたいと思います。はい、ではまた。うまいわ。